ヒルチャールが寝泊まりした痕跡があるぞ。依頼？オイラたちは冒険者で、その答え、え？ああ、思い当たる貴様たちがここが呪い、呪い？ああ、今この時も、そもそも俺もそれを解明したいと、ああ、そういうことだ。水面に映る自分の顔を恐れ、何しろ記憶の中の不死の呪い、元にも不可能だ。ヒルチャールは呪いの力、雑談は終わりだ。敵だ。はっ！やっ！やっ！くらえ！戻れ。ふっ！た！えい！やるじゃないか。はっ！くらえ！よく見ておけ。行くぞ。と、と、は、くらい。燃えろ。や、は、と。さっきのはあれはこ、あれ昔のことだ。じゃあ先に進もう。どうした、見逃していた。待て、消えた。なんなん、どういうことだ。それにこの覚えのあるか、いや先に進む。その必要はない。カーン・ルイヤの、ああ、というか、おそらく質、ただあより古、ここの建築、行くぞ。そこに、アビス教団、行くぞ。ふっ、みんなは俺が守れ。行け、みんなを守るからね。ミュージック、はっ、
はりな。あのヒルチャー、これが俺のさっき言った老化ガス。でも、あっ、ここあいつ、黒蛇騎士たちが、ハールブ、おい、そうか、これが真相ならば、ダイン、奴らがなぜここでヒルチャールを、黒蛇騎士はただ義務を果たしているだけに過ぎない。今しがた俺も事態を把握したばかりだが、おそらく他の騎士に命、それってカーン・ルイヤに最悪が追っ、全ての国、確かに俺たちは宮廷親衛隊の肩書きを背負っていた。神々の力の前で理性を失、この遺跡を最悪に見舞われた。俺が聞く限り奴らの聞き取りづらいが、俺には、俺も認め、気に病む必、上に光が見える。あの池は都市その、そしてここにいると浄化？いや、それ、え、俺は理性を保ったまま
この呪いと500年を共にしてきた。この呪いは世界の因果に俺には感じる。今にもこの呪いが末端にまで浸透。呪いによる体の位置、ここから感じ。そうなのか。あと、もう一つ。正直俺もあのような構造の装置は見たことがない。うわぁ。あ、俺に話。言っちゃった。ついてこいということだろ。そうだな。